NCWA 男子アイスホッケー選手権は全米大学体育協会により年に一度毎年3月から4月にかけて行われる大学アイスホッケーの全米選手権である。出場校は NCWA ディビジョン I に所属する16校でシングルエリミネーショントーナメント方式で準々決勝までは4つの地区に分かれる。各地区の優勝校4校が4月に行われるフローズンで トーナメント方式により優勝校を決める。本トーナメントは各カンファレンスのカレッジアイスホッケーのレギュラーシーズンの後に行われる全国プレーオフ内市は全国大会的な要素を有しており、出場16校のうちの6校は各カンファレンスのチャンピオンシップの優勝校から自動的に選出される。残りの十校は NCWA が任命する選定委員会が一般選出として、 成績優秀校から選定する。ディビジョン I のカンファレンスは以下の6つがある。なお、アリゾナ州立大学のようにカンファレンスに所属していない大学もある。出場校のうち4校が、レギュラーシーズンとカンファレンスチャンピオンシップの成績に基づいて第1シードから第4シードに割り振られ、それぞれ別の地区に割り振られる。この際、シード順に、 大学から近い会場で行われる地区に割り振られる。残りの12校は選定委員会が同成績などを勘案して各地区のトーナメントに割り振る。ありがとうございます。